現役引退後も今も毎日稽古してます。もちろん空手も障害武道だと思いますので、でも競技の時とは違ったというか、意識も持ちながら少しずつ進化することができればいいかなと思って、毎日自分なりに研究しながら稽古してます。中学3年生の時に佐久間先生との出会いがあったからこそ、ここまでオリンピックだったりこの仲間たちとも出会えたことなので、そこが一番のポイントというかだったと思います。自分が本当に最初でお会いした時に、自分は世界チャンピオンになりたいですっていうふうに伝えてて、そうか、やるんだったら、本当に365日稽古できるんだったら来いっていうふうに言われました。実際に365日を何年間も続けられたんですか？ずっとやってますね。一回一回が勝負なので、こんな一緒に稽古する仲間がいますし、その中で今日は、自分が一番稽古してやろうとか、誰よりも集中してやるっていうところを心がけて稽古してました。これまで積み重ねてきたことが結果につながった瞬間で、いつもの稽古の様子とか、そういうのもずっと頭に浮かんで、本当に実際試合に挑んでる時も、なんか一人で演舞してるっていうよりも、なんか毎日こっちでやってる空気感が感じて、本当に隣にチームがいるようなイメージで、オリンピックの決勝の舞台もできたので、本当にみんなが見てくれてるような、後ろから押してくれてるような感覚で舞台に立てました。やっぱ母親に一番近くで見てもらいたかったなっていう気持ちもあったので、父親からもなんかお母さん連れてってあげてっていう言葉もあって、それで写真をオリンピック会場の方にも一緒に持っていきました。試合はほぼ全て見てくれてると思います。世界選手権なども、見てくれて、本当に小さい時から、ずっと自分に時間を使ってくれてたので、ずっと支えてもらって、やりたいことを本気で最後までやらせていただいたので、本当に両親がいたからこそ、自分はここまで空手を続けてこれてるなと感じてます。本当に自分の競技においても全て目標を達成することができたかなと思いますし、で最後団体型でアジア選手権に出場したんですけど、自分たちの持ち味を全て全力で出すっていうテーマだったので、それを本当に佐久間先生に見ていただいて、本当にすごい良かったと、自分たちの団体方褒めていただいたので、本当にできること全て全力でやり通したかなというふうに感じました。本当にもちろん体もまだまだ動けますし、まだまだ筋力とかもアップしてきているので、また肩は特にもっと技の深さとか追求していける、でまだまだ伸びしろだらけだとは思うんですけど、やれることは全て出し切れたかなっていう気持ちですね。でここまで支えてくれてありがとうっていうことで、まずは競技終えたけど、まだまだ空手の技とかもそうですし、人としても成長していけるように修行していくっていうか、しっかり鍛錬していくということを伝えました。まずは本当に今
一緒に稽古してる後輩がナショナルチームに所属して世界を目指して頑張ってるので、後輩が世界に出場できるようにうまくサポートしていければいいなと思います。また子どもたちもずっと指導しているので、自分も道場を持たせていただいてそろそろ10年ぐらい指導しているので、その子どもたちも育てながら、やっぱこの競技で世界一の選手を育てたいっていう気持ちもありますし、ここで稽古している仲間たちがいなければ、自分のこの競技生活も絶対なかったので、自分は歴史とかこの伝統をずっとつないでいけるように大切にしていきたいなと思ってます。空手の競技は終えたんですけど、これからも自分の技とか心をしっかり磨いていけるように精進しながら、もっともっと体を鍛えていきたいなと思ってます。